おはようございます。ノーズダイブチャンネルのてっぺいです。今8時14分ですね。ちょっと運転集中してるんで、ノーズダイブチャンネル、海行きたい、海行きたい。いやにしてもちょっと暑すぎるわ。今日21度とからしいですよ、お昼。半袖やん。半袖。で、昨日ちょっとサーフィンであった面白い話みたいなを今日もちょっとしていこうかなと思って、最近で面白かったのは、前氏がいつも僕の家迎えに来てくれて、でザキ拾って海行くっていうパターンが大体多いんですけど、でさっき僕のとこ来てくれるんで、すみません、歯に詰まってました。僕のとこ来てくれるんで、リターン先準備全部入れてから行くんですけど、後ろバカって車上げた時にもう板すら入ってないっていう。でもう入らん覚悟やんみたいな。あいつおもろいっすね、やっぱ。入りたいとき入るが僕らのスタンスで、僕は寂しいからいつも入ろうやって言って誘うんですけど、いやええわって言って、でまあ諦めて入るんですけど。無理強いはしない。そう、それおもろいっすね。あとその海目の前にして、よっしゃ行こうかみたいな、俺ちょっと寝るわって言って、あの前足運転してくれてたんで、あそうやなって言って、でまた適当に起こしに来るわっつって、で行って起こしたら頭こすって、ちょっともうちょい寝るわみたいな、でもそのまま僕も上がって帰るみたいな。何それみたいな。いや、ええねんけど、全然。いやー、おもろいな。まあ、ちょっとこのシーズン寒すぎるっていうのもありますよね。やる気出えへんすもん、朝。まあ、けど入っちゃうけどね。あと何あるかな。これも言ったかな。徳島のおる竹がテイクオフした時に、あいつちょっとなんかスリムやったんですけど、お腹めっちゃ出ていて、テイクオフした時にお腹つっかえて、ちょっと足前出えへんみたいな感じを僕真横で見てて、ちょっと面白かったっていう。もうわちゃわちゃしてて、あのコロコロに太ったダックスフンドみたいな感じになってた。あれはおもろかったね、隣で見て。後でこんなんやったでみたいな、ちょっと嬉しそうに笑ってましたけど、おもろいな、みんなおもろいっすね。あと何やったかな、何個かちょっと思い出してたんやけど、何やろ。ああ。これは違うコーラと海行った時なんですけど、ニラ語ですね、めっちゃ覚えてます。僕その海行く1週間前ぐらいに、右上と下の親知らずを一気に抜いたんですね。でこう歯茎
に対してこう歯生えてるんですけど、これ抜いたからここを糸でグッて塗ってたんですけど、糸抜いてこうなってる状態、糸入ってたんかな、でこうなってる状態に前日ぐらいかお米粒がブッて入って、この状態で僕サーフィン行ってたんですけど、ちょっとなんか当たったら痛いんですよね、やっぱその歯が入ってたとこに米粒入ってるから、動いたりしたらこうちょっとジンジンするわけで、あ、嫌やなーって思いながら海行ってたんですけど、その時イラゴで結構波やって思いっきりパーリングしたんですね、僕あの海にぶっ刺さったんですよ、ノーズダイブス。で海水もちょっとガバガバ飲んでないけど、鼻から飲んだんかな。でパッて海面出てきたらお米粒取れてました。ちょっと面白くないんで閉めます。今日もこの動画を見てくれてるあなたの生活にもっとどっぷりとノーズダイブしたい。でノーズダイブチャンネル何の動画上げていくのって、今日も言わない。